母艦伝説豚もおだてりゃドロンボーは2000年4月27日にバンプレストから発売されたワンダースワン用ゲームソフトである。ヤッターマンに登場した三悪ドロンボー一味を主人公とした RPG ゲーム。ドクロベイの指令を受けインチキ商売や戦闘で悪玉メカをカスタマイズしながらタイム母艦シリーズの歴代善玉たちとの戦いを繰り広げる。 ゲームの流れは、テレビアニメの一話分を踏襲した構成となっており、ワンダースワン作品としては珍しく、随所で音声が流れる。貧乏な生活を送るドロンボー一味に、久しぶりに、ドクロベーから、指令が下った。その指令は地球を、丸ごと買うことができてしまうほどの大金塊、略して、地球丸金を入手することだという。しかし、地球丸金を見つけ出すためには、 t パーツと言われるアイテムを見つけ出さねばならない。地球丸金の接班という申し出を受け、出動する、ドロンボ一味。一方その様子を偵察していたヤッターマンもドロンボーの復活に再び動き出すのであった。行く先々に現れる善玉と戦うドロンボー一味。果たして、地球丸金の行方は、最終回を除き、アニメとほぼ同じフォーマットで繰り広げられる。 二週目以降、インチキ商売とお仕置きはカットされる。ありがとうございます。